こんにちは、ルイです。本日の試合は4対2で負けました。これでまさかの3連敗ということで、まあ、8月に入ってから、初めての、ね、3連敗で、まあ、今日で8月の試合終わりなんですけど、まあ、まさかの3連敗で締めることとなってしまいましたけども、まず先発ね、大竹ということで5回3分の2、被安打6、三振3つ、まあ、フォアボールは出さずに、まあ、4失点と、まあ、いうことで、まあ良かったと思うんですけどね。まあ序盤立ち上がりはね、あの1打順をきっちり完璧にね、パーフェクトに抑えていたんですけど、まあ、やっぱ2回り目、まあ、3回り目と入っていって、まあ少しずつ打たれたかなというふうに思いますけど、まあ最後6回ね、牧に勝ち越しスリーランを浴びてしまったということなんですけど、まああれが結果的にね、決勝点となってしまったので、まあ手痛いホームランだったっていうことになってしまいましたけどね。まあでも、大竹もね、そんなに悪くなかったし、まあ援護もなかったっていうところもあるんで、まあ楽には投げれてないと思いますし、まあ全体的にはね、こう良かったと思うんで、ナイスピッチングだったと思うんですけど、まあただ牧のホームランもちょっとね、まああれで入るのかっていう感じですけどね、まあ正直打った瞬間はまあ入るとは思わなかったですけどね、まあ普通にヒットかなと思いましたけど、まあ打球が落ちてこなかったですね。すごいですね。まあ昨日も、牧にあの決勝ホームランを浴びて、今日も決勝ホームランまた2者連続浴びてしまったんで、まあ本当に今年に関しては、まあ毎年そうですけど、多分牧に何回やられるねんと、まあそういう気持ちもあるし、まあ今現状ね、ちょっと宮崎がね、あの DeNA の方は怪我で今離脱中ですけど、まあ今年は特にやっぱ宮崎と牧にやられているっていうところはあるんですけど、まあ宮崎がいないのに、まあ少しはマシなはずなんですよ。宮崎がいないんで。でも、牧が一人にやられているって感じですよね。まあそれが本当に、まあ防いでほしいんですけど、もちろん。まあでも、まあ牧がね、こう、まあ打った方を褒めるのかなというふうにはありますけど、まあまた次回、まあ2桁勝利はね、ちょっとお預けとなってしまいましたけど、まあもちろん全然まだチャンスはあるので、次回ね、また頑張ってほしいなと思います。で、打線の方はね、DeNA 先発バウアーということで、まあもちろん、まあそんなに簡単に打てないと思いましたけど、まあ2回にノイジーが先制ソロホームランを打ってくれたんですけど、まあこれはね、本当に見事なバッティングでしたし、まあ2ボールからね、まあストレート多分一本待ちだったと思いますし、それ見事にね、一発で仕留めてくれたと思うんですけど、まあノイジーが久々にストレートをああいう風に一発で捉えたの見たなっていう感じで思ったんですけど、まあこれはすごくね、いいホームランだったなと思いますし、まあただバウアーもちょっとアクシデントでね、こう3回で降板となってしまいましたけど、正直バウアーもまあ初回からね、まあ変化球もね、ずっと多かったですし、ストレートの割合もかなりね、少なかったので、まあ状態的にはそこまで良くないんじゃないかなと思いましたし、正直4回になって上茶谷がね、来たんですけど、正直ちょっと嫌な予感しましたね。あ、逆に打てないんじゃないかなっていうふうにちょっと僕は思ってしまったので、まあバウアーのね、投球を見てる限りは、今日まだ打てるんじゃないかなと思ってたんですよ、正直ね。まあ、ストレートの走りもね、まあ別に悪くはなかったんですけど、まあやっぱコントロールが今日はまだちょっとこう悪かったんじゃないかなと思ったんで、絶対チャンスあるだろうなと思ってたんですけど、まあ3回はね、ワンアウト2、3塁のチャンスは作ったんですけど、まあバウアーが見事にギアを上げて、まあすごい球を掘ってましたし、まあそこは惜しかったなと思うんですけど、まあそうですね、まあそこだけですかね。まあ正直打てると思ってたんで、そのこの交代はちょっと予想外でしたし、まあアクシデントでの交代なんで、まあしょうがないんですけど、まあこういう形になってしまったっていうのはありますけど、でまあピッチャーがまあ1対1で、まあ6回に勝ち越しにスリラー浴びてしまって、まあ6回裏ね、その直後にすぐにテルのタイムリーで1点返したんですけど、まあ、これは見事に1点返したと思ってますね。これ1点なければ、まあ、だいぶもう光がなかったんで、勝つ道筋が、まあ、なかったんですけど、この1点入ったことによって、まあ、後半、まあ、最後の3イニングいけるぞという風になるような感じだったんで、まあ、結果的には、ね、ならなかったんで残念ですけど、まあ、そういう反撃ののろしを上げてくれた一打だったんで、すごいいいバッティングをね、してくれたんじゃないかなと思いますし、
で、大竹の後ね、6回途中から、まあ、7回も回またぎしましたけど、梶谷が登板して、3分の2回、被安打2三振1つ無失点ということで、まあ、7回途中で降りる形になりましたけど、まあ、まあ、いい投球だったんじゃないかなと思います。で、ワンアウト、1、2塁かな。で、島本がね、上がりまして、まあ、楠本との対戦は、まあ、結果的にフォアボールだったんですけど、まあ、そこでね、まあ、次右バッターが続くっていうところで、まあ、交代となりましたけど、まあ、島本もね、まあ、結構難しい場面の登板だったので、まあ、難しかったと思うし、投げづらかったと思うんですけど、まあまあ、フォアボールですけどね、結果は。別に、投球自体は悪くなかったと思うんで、まあ、しょうがないかなと思いますね。で、その後、ワンアウト満塁のね、大ピンチで、石井がね、来て、3分の2回、三振1つ無失点ということで、まあ、これ石井はね、本当に素晴らしかったですね。桑原と蝦名を迎えて、まあ、三振、桑原を三振に打ち取って、まあ、蝦名も、詰まらせて、セカンドフライかな、打ち取ったんですけど、すごい気持ちがこもって、すごいピッチングだったと思いますね。まあもう次の1点はね、まあもう致命傷の1点になってしまうので、まあそれを防ぎたいというところで、まあここで石井を持ってきたっていうのはあるしね、まあ、本当に気持ちで抑えてくれたんじゃないかなと思いますし、すごい今日はコントロールがね、すごく安定してて、すごく良かったなと思ったんで、ナイスピッチングだったと思います。で、8回はブルワーということで、1イニング、被安打1三振1つ、フォアボール1つ、無失点ということで、まあ、ブルワーも、まあ、あんまり、まあ、フォアボールとかで崩れるタイプではないのかなとね、もちろん見てて思うんですけど、まあ、フォアボール今日1つありますけど、まあ、でも、牧にまたツーベース打たれてピンチになってしまったんで、まあ、やむを得ないフォアボールと言いますか、まあ、慎重にいった中でのフォアボールだったと思うしね、まあ、結果的に抑えてくれたんで、まあ、そこいいボール投げてるし、でもね、際どいところに投げてボールって言われるケースもまあまああって、だし、まあそういうことはあったんで、まあでも実際コントロールが荒れてたとかそういうのはなかったので、まあ良かったんじゃないかなと思います。で、9回、切り式ということで1イニング、三振1つ、フォアボール1つ、無失点ということで、まあ先頭にフォアボール出しましたけど、まあ粘り強く、まあ最後はね、ゼロで、切り抜けてくれたということで良かったなと思いますし、まあ中継ぎもね、まあ今日に関しては、まあ一応無失点ではあるんですけど、まあ全員ね、全イニングピンチだったので、まあなんとか粘って粘ってっていう感じのしのぎだったんで、まあなんとかっていう感じでしたね、今日も中継ぎに関してもね。また打線の方がやっぱちょっと今日は沈黙したので、まあ3連敗となっている時は全部2点ですかね。まあなのでちょっと沈黙してしまってますし、まあ今日もヒット4本ですからね。東京ドーム巨人戦最後、3戦目もあれヒット4本ぐらいでしたっけ？まあ、昨日は9本ぐらいで2点だったんですけど、まあ、ちょっとなかなかね、打ててないかなということで、まあ、今日もヒット4本だとやっぱちょっと勝てないですね。ヒット4本はちょっと可愛い数字なんで、まあ、野球ってね、可愛い数字だと勝てないんで、基本的には。なんで、まあ、ヒット4本はちょっと無理ですね、さすがに。まあ、よく2点入ってるなというね、感じなんですけど、まあ、確かにあんまりチャンスというチャンスもね、まあ、あんまり記憶ないですね。もう後半のピンチばっかで、もう攻撃のことがもう忘れてしまうぐらいだったんで、もうなんとかしのいでくれっていう感じがね、本当に多かったのでね。まあ今日はだいぶ押されて押されてっていうのありましたね。こう、もう段中盤から後半にかけてはね。まあ、序盤は押してたんですけど、やっぱり3回にね、追加点、バウアーからね、取れなかったっていうところが結果的には響いたのかなというふうに思いますけど、まあ、ただ、そこはもうバウアーのね、ギアの上げ方っていうのは本当にすごいなと、改めて思いましたし、まあ、3連敗となってしまいましたけど、まあでも、8月終わって、結果的にはね、18勝7敗かな。で、まあ貯金11ね、この8月、ロードで作れたっていうのは、まあ十分だったのかなと思いますし、まあちょっとこの最後の最後がね、この甲子園に帰ってきて、まあ2連敗で、まあ昨日はちょっと悪夢の負け方、嫌な負け方から、今日もちょっと連敗となってしまってね、まあ昨日の負けを引きずってるかって言ったら、そういうわけでもなさそうな感じはするんで、まあ普通に、まあやられたっていう感じだと思うんで、まあ本当にもう負けですね。まあ負けを抑えればなんとかなるみたいなことになってますよね、現状ね。まあ今日の試合は特に。まあ、牧にやられたわけですからね、この2連戦は。まあ、まだ DeNA 戦も多分3試合ぐらいあると思うんで、なんとかね、まあ、宮崎もそれで帰ってくると思うんで、もう本当に牧と宮崎をなんとかしないといけないですね、本当に。もうやられすぎです、正直ね。まあ、明日1日空くんで、まあ、金曜日からは、神宮でヤクルト戦3連戦を迎えるわけなんですけど、まあ、なんとかね、まあ、9月に入るんで、まあ、勝負の9月となるんでね、まあ、最後約、ちょうど1ヶ月ぐらいですかね、シーズンもね。まあ、
よとうとう9月に入って勝負の時期に来たかという感じなんですけど、まあどうなるかはまだまだわからないですし、まあもちろん優勝争いもそうですし、まあクライマックスシリーズ争いも、まあ CS 争いもね、いろいろ、あると思いますけど、まあ阪神はね、まああれに向かって、突き進んでいくというとこなんですけど、まあ今日負けてしまってね、広島がしっかり勝ったんで、5ゲーム差となりましたけど、まあそこまでで、別にピンチというわけでもないですし、こっちが有利な変わりないんですけど、広島がすごくね、今、投打噛み合っていい試合をしてるんで、なんとか負けないようにね、まあ直接対決まだ7試合も残ってるんで、まあそこで、まあ5分でいければ、まあいい感じになるかなと思ってるんですけど、まあなんとか9月もね、まあ8月、まあ貯金はしっかりできてるんでね、いい戦いはできてると思うんで、ちょっと終わり方がね、ちょっと連敗で終わっちゃったんで、まあちょっと嫌な感じはありますけど、まあいい戦いをね、この8月はしてくれたと思いますし、まあなんとか連敗してますけど、9月は、なんとかね、もう切り替えて勝負なんでね、1試合1試合、目の前の試合を取ってね、行ってもらいたいなと思うし、金曜日またヤクルト戦ね、頑張ってほしいなと思いますし、僕もしっかり応援したいなと思います。ということで本日は以上になりますけども、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。